はい、こんにちは、116ウィンズです。オールスターも終わっていよいよ MLB のシーズンも後半戦、ここからプレーオフ争いも熾烈になってきて、一試合一試合が面白くなってくる時期ですが、後半戦始まる前にどうしてもやりたかった今季のマリナーズ前半戦の振り返りをやっていこうと思います。現在絶賛再建中のマリナーズですが、昨年は27勝33敗で AL 西地区3位、今の再建が本格的に始まった2019年からはやや前進するシーズンとなりました。ディポと GM は来年2022年からをチームの勝負期と位置づけているようですので、今季は勝負期に突入する前の最後の年ということになるわけですが、来年からプレーオフ争いするためにも今季はある程度の結果、できればシーズンで勝率5割前後ぐらいは残しておきたい、そんなシーズンです。では今季のマリナーズは今のところどんな感じなのか、順位表はと言いますと、なんとマリナーズ前半戦終わって48勝43敗、大谷さん、トラウトさんが所属するエンゼルスよりも現状勝率が上で、なんなら他の地区を見渡してもヤンキースやブルージェイズといった今季バリバリのコンテンダーでシーズン突入したチームたちよりも勝率が上、貯金が5もあって一体どうしちゃったのという感じです。プレーオフ争いという意味でも、今ワイルドカードの2枠目を地区で順位が1つ上のチームアセチックスが持っているんですが、アセチックスとも 3.5 ゲーム差、後半戦で十分逆転も狙える、それぐらいのゲーム差に位置づけています。いや結構頑張ってるんですよね今年のマリナーズ。順位予想では地区2位予想というかなり大穴狙いの予想をしたとはいえ、本当にここまで健闘するのはあまり考えていませんでした。まあただ現実を見ますと、こちらが得失点差となるんですが、マリナーズは貯金が5ありますが得失点差がマイナス50、正直貯金5という結果はできすぎな感は否めません。得失点差でこれだけマイナスを叩き出していることを考えますと、後半戦今の調子で勝ち続けるのはさすがに厳しいのかなと思ってしまいますが、ただ前半戦を貯金5で終えたという事実はもはや誰にも消すことができませんので、今のうちに今季の嬉しいサプライズをポジりつつ、一方でこれは誤算だったなというポイントをそれぞれ3つずつ見ていく形で前半戦を振り返ろうと思います。まずは嬉しいサプライズから見ていきますが、なんといってもブルペンの奮闘が大きい。昨年のブルペンは試合終了までどうなるかわからないハラハラさせるブルペンで、今季も開幕前のメンバーからしてさほど状況は変わっていなさそうだったんで、ああ今年も寿命が縮まりそうだなぁなんて思っていました。それがどうですか、蓋を開けてみたらブルペンが今のところチームの一番の強みで、ブルペン防御率こそ 4.13 とさほど目立つものではないですが、 FIP は 3.55、 内容自体は結構いいみたいなんですよね。またマリナーズは前半戦最後の25試合で17勝8敗と実は結構調子も良かったんですが、その間のブルペン防御率は 3.41、 5月の一時期コロナ感染者が出たりした関係でブルペンがヘロヘロみたいなこともありましたが、6月に持ち直しまして前半戦トータルで見ればよく頑張ってくれたと思います。特に素晴らしいのが右の4人ですよね。今季からブルペンに本格転向したケンドール・グレイブマンはシーズン途中からクローザーとなりまして、25試合で防御率 0.95、コロナで1ヶ月程度離脱したこともありましたが、今ブルペンで一番頼れるピッチャーですよね。そして他の3人は全員マイナー契約で拾ってきた選手たちですが、ポール・シーウォルド、速球は90マイル前半ぐらいしか出ませんが、スピンのよく効いたボールで空振りを量産、防御率 1.40 も素晴らしいですが、25回3分の2で44奪三振は圧巻の一言。この奪三振マシンがマイナー契約から降ってくるとは思っていませんでした。グレイブマンが投げられない日でも安心してシーボルドに後ろを任せることが今できていますね。続いてドリュー・ステッケンライダー、開幕からいたんですが、当初はあまり期待していなかったのが正直なところですが、今のところずっと好投していて、こちらも勝ちパターンとなりました。昨年楽天でプレーした JT シャギワもスライダー主体のピッチングで勝ちパターンに限らず、先発が早々に降りた試合に複数イニング投げたりとか、いろんな場面で仕事してくれていますよね。他にもエリック・スワンソン、キーナン・ミドルトンなども悪くないですし、このブルペンが今のマリナーズの強さの源ですよ。得失点差マイナス50で貯金5ということは、接戦のゲームに異様に強いということの表れでもありますが、1点差のゲームでマリナーズは19勝8敗、さらに延長タイブレイクも10勝1敗、僅差のゲームをこれだけものにできている背景には、ブルペンの働きが大きいとこれは断言してもいいでしょう。後半戦もブルペンが牽引してくれることを願っています。続いて2つ目、先発陣の一部の台頭ですね。今季のマリナーズの先発防御率は 4.62 と全くもって良くはなく、またマルコ・ゴンザレス、ジェームス・パクストン、ジャスティン・ダンなどローテーションから故障者も続出しておりまして、ここはめちゃくちゃ苦しいんですが、ただそんな中で菊池雄星選手、クリス・フレクセン、ローガン・ギルバートが安定したピッチングを見せてくれているのは大きいですね。
まず菊池選手、先日初めてオールスターにも選ばれましたが、昨年までは2年連続で防御率が5点台、今季どこまでやれるか未知数でしたが、他の先発陣が苦しい中で菊池選手のブレイク、ここまでのエースクラスのパフォーマンスには本当に助けられています。契約延長が現実的な選択肢になるくらいの活躍を見せてくれて本当に嬉しい限りです。続いてフレクセン、昨年韓国でプレーし、その前も MLB でほとんど実績がなかった選手ですが、ここまで16先発で防御率 3.51、 分かりやすくすごいボールを投げたりするわけではないんですが、必ず試合を作ってくれて、よくやっているどころの騒ぎじゃないですよ。本当に敵地でのピッチングに課題が残りますが、本拠地との相性が非常に良く、ホームでは防御率が驚異の 1.76 ということで、今日はホームでフレクセンが投げるから勝てるだろうなぁと最近は思えるくらいには、今のホームでのフレクセンには信頼を置いています。そして未来のエース候補、ローガン・ギルバート。ギルバートは今年トリプル A で1先発だけしてすぐに MLB に上がってきて、で初めの2登板はあまり内容も良くはなく、本来の力を発揮するまでしばらく時間かかるかもなぁなんて思っていたら、あっという間に MLB に適応してみせました。まだ10先発しか投げていませんが、防御率 3.51、 直近8先発に限ると防御率 2.57 でチームも8連勝中と、たまたまかもしれませんが、ギルバートが投げるとチームも勝てる。新人らしからぬ堂々としたマウンドさばきも私は好きですね。この3人がとりあえず勝つチャンスを作って、で強力なブルペンにつないでくれているので、ずるずる連敗するということは最近なくなってきました。この3人がいなくて、さらに怪我人も続出しているみたいな状況だったらと思うとゾッとしますよ。菊池選手、フレクセン、ギルバートの存在には非常に助けられていますね。3つ目、ハニガーの復活ですよ。クロフォードの台頭とも迷いましたが、今季が2年ぶりのプレーながらも前半戦通して活躍したという点を加味して、今回ハニガーにしました。ハニガーといえば、先日も動画にしましたが、睾丸破裂という字面からして痛々しい大怪我をして、でそこから他の怪我もあったりして、丸2年近く欠場することになりましたが、そのブランクを全く感じさせないバッティングをここまで見せてくれています。OPS の面では8割を下回ってしまいましたので、ものすごく良いとまでは言えないんですが、前半戦にして3年ぶりのシーズン20本に乗せましたし、このままいけばキャリアハイ30本以上は狙えるくらいのペースでホームランは出ていますね。もう普通に我々のよく知るハニガーとして打線を支えてくれてますね。今季のマリナーズ打線はメンバーからしてなかなかに苦しく、開幕してしばらくの間は上位打線のハニガー、タイ・フランス、カイル・シーガーの3人でどうにか点を取る。他の打線の6人は一体何をしていたんだと逆に突っ込みたくもなるようなワンマンチームならぬスリーメンチームでしたが、ハニガー今季戻ってきてくれて本当に良かった。いなかったら一体シーズン序盤のマリナーズは点を取ることができたのやら。まずあんな怪我をして、でそこからのリハビリもなかなか思い通りにいかず、いろんな苦労もしてきた選手ですが、何事もなくと言いますか、何事もなかったかのように今季打線に戻ってきたのはすごいことだと私は思っています。マリナーズはハニガーをあと1年半保有でき、契約延長できるか微妙なところなので、トレードの噂もありますが、今年の後半戦、そして来年、ハニガーと共にプレーオフ争いしてほしいなと心の底から思います。さあ、ここからは打って変わって第5戦だったポイントを見ていきますが、先ほども少し触れましたが、もうとにかく怪我人多すぎ、しかも怪我されたら困るレベルの選手たちに怪我人が相次いでいまして、まず今季マリナーズに復帰したパクストンが開幕初登板で肘を痛めてしまって、トミージョン手術を受けることになりシーズン終了。これからのチームを担うはずのファーストのエヴァン・ホワイトもシーズン絶望と言われていますし、昨年の新人王カイル・ルイスもシーズン中には戻れるらしいですが、半月板損傷で長期離脱。ジャスタス・シェフィールド、ジャスティン・ダンといった若手先発陣も離脱していますし、今一番 MLB で経験積んでもらわないと困る選手たち、これからチームの主力として活躍してもらいたい選手たちが長期離脱している状況は、チームの再建にも影響出そうで嫌な感じはします。MLB 全体でも怪我人は多い印象がなんとなくあるので、これはマリナーズだけの問題ではきっとないんだとは思いますが、ただマリナーズはオフシーズンの補強もあまり熱心にやっていませんでしたので、選手層もペラペラ。最近こそだいぶマシになりましたが、一時期はウェーバーやマイナー契約で選手を必死にかき集めて、若手に経験を積ませるはずの年に寄せ集め集団で戦わざるを得なくなったのはちょっと残念でしたね。2つ目、先ほどハニガーの復活は打線の中で嬉しいサプライズとご紹介しましたが、そうは言っても打線全体のパフォーマンスはあまり芳しくありません。
チーム打率2割1分6厘は MLB ワースト。5月には2週間の間隔でノーヒッターを2回も食らうということもありました。この時期はチーム打率が2割を下回るひどいありさまでしたので、まあ、その時と比べたら打率2割1分6厘はむしろ相当良くなった印象もありますが、普通に考えてこの成績は全く良くはないですよね。特に主力としての活躍に期待した選手たちが思いのほかつまずいていまして、まず昨年ブレイクしたディラン・ムーア、昨年はバッティング面で目覚ましい進歩を遂げて、ここから打って走れるいい選手になってほしいなと思っていたんですけれども、今年はここまで打率1割7分6厘、ホームランこそ一応8本出ていますが、昨年の経験値がリセットされちゃった感じもして残念ですね。ムーアがここまで打てないとセカンドの補強したいなと思ってしまいます。あとは正捕手として期待したトム・マーフィー、マーフィーは2019年にブレイクを果たし、チームはオマー・ナルバエスをトレードしてまでマーフィーを正捕手に据えたわけですが、昨年は怪我で全休し、今季も打率1割9分4厘。ブランクもあると思いますが、2019年のバッティングはまだ取り戻すことができていません。2019年も左投手に滅法強く、逆に右投手はさほど打てない選手でしたが、今季も相変わらず右投手相手に苦しんでいますし、このバッティングでは正捕手としては物足りない。キャッチャーのプロスペクトカル・ローリーも MLB 昇格してきましたので、マーフィーの立ち位置は結構怪しくなってきた印象です。そしてチームの未来を担う外野手ジェレット・ケルニック、彼がここまで苦しむのも予想外でした。もちろんまだ AA より上の経験が少なく、21歳なので仕方ない部分もあると思いますが、初めての MLB1 ヶ月間で打率0割9分6厘と全く打てず、あっという間にマイナーに送り返されてしまいました。幸いマイナーに戻ってからのケルニックは打撃の調子も取り戻し、後半戦開始と同時に MLB に再昇格するようですが、2回目の MLB ではぜひ本来の力を発揮してもらいたいところですね。ここで挙げなかった選手の中にもなかなか思い通りの成績を残せていない選手も多く、打線全体としては低調なパフォーマンスに終始している今季のマリナーズですが、今年の打線はとにかく打てない、点が取れないという試合が前半戦多くて、なかなかストレスのたまる展開も多かった印象です。ただそんな中でも投手陣、特にブルペンの踏ん張りもあって、なんとかプレーオフも狙える位置に今とどまっていますので、後半戦は打線にも奮起してもらって、もう少し楽に勝てる試合を投手陣に作ってあげてほしいですね。そして最後、前半戦最大の誤算はもうこの人しかいません。ラファエル・モンテロですね。もうね、モンテロは前半戦ありとあらゆる期待を打ち砕いていきました。オフにクローザー候補としてレンジャーズからプロスペクト2人を放出してまで獲得してきた選手ですが、開幕戦1点リードの場面でいきなり先頭打者に同点ホームランを浴びてしまい、セーブ失敗するという華々しいスタートを切ると、その後も危なっかしいピッチングを続けまして、13回のセーブ機会で実際のセーブ数はわずかに7。セーブ機会の半分近く失敗するという恐ろしいクローザーというか、全然試合が締まらず、あっという間に守護神の座をグレイブマンに譲ることになりました。セーブ失敗の多さもそうですが、モンテロはそもそもの投球内容もひどい。38試合で防御率 6.75 って一体何事ですか？確かにボテボテのヒットやポテンヒットがやたら多かったりと運が悪いイメージもありますし、実際 FIP も 4.11 と防御率と比べたらマシなわけですが、ただやっぱりモンテロのピッチングを見ていると正直すんなり抑えられる気がしないと言いますか、不安なんですよね。長年のマリナーズ暗黒時代の中で数々の劇場型クローザーを見てきましたが、モンテロはこの中でも結構上位に来る不安定さ、マリナーズファンの寿命を確実に削ってくるタイプの選手ですね。幸いグレイブマンやシーウォルドをはじめとするマイナー契約税の台頭などでモンテロに頼る必要性がなくなってきたせいか、ここのところはもっぱらロングリリーフという投手の獲得経緯を考えたら随分もったいない使い方をしていますが、モンテロのこの現状は期待外れもいいところですね。どうしてこうなった。マリナーズにはかつてトッププロスペクトにヘスス・モンテロというめちゃくちゃ期待されていた選手がいましたが、彼も全くの期待外れに終わり、そして今回たまたま同じ名字ですが、このラファエル・モンテロも今のところ期待外れ。ラファエルを獲得した際にマリナーズとモンテロ勢の相性が改善することを祈っていましたが、依然として悪いままです。モンテロ勢との関係修復を切に願います。というところが誤算だったなと思うところなんですが、ただこのような誤算がありながらも何度も言いますが、前半戦を貯金5で終えていますので、検討したのは間違いないでしょう。プレイオフも射程圏内なので、今月のトレードデッドラインでの補強というところにも期待したいですが、ディポと GM は複数年保有できる先発投手をできれば獲得したいという発言もしていた通り、今季だけではなく来季以降も見据えての補強もしかしたらあるかもしれません。
裏を返せば契約が今季限りの選手を獲得してくることはほぼないと見ても良さそうですが、今月チームはどんな動きに出てくるのか、そして思いのほか調子がいいマリナーズは後半戦どの程度戦えるのか、このあたりも注目して見ていきたいところですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。